どうも、宮迫です。さあ、ただいま、宮迫寿司チャンネルはお休み期間をいただいておる最中なんですけども、1月29日で宮迫寿司チャンネル、なんと2周年を迎えます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、いろいろ、もうとんでもないことが、いろんなことが起こった、この2年間ではありますけども、はい、まあ、その2周年を記念してといいますか、ちょっと大きい企画を、はい、すごく楽しい企画を、うん、もう収録、は終わっております、はい、それをまあ、お休み期間ですけども放送したいなということで、はい、どういった内容なのか、この方と一緒に説明させていただきます。こちらをご覧ください。どうぞ。どうも、宮迫です。そしてゼレゼレ、どうもすすれです。皆様ね、ちょっととんでもないことを我々はしてしまいました。本当にもう先に謝っておき申し訳ありません。すいませんでした。ちょっとだいぶ今後、はい、ラーメン業界を騒がせてしまうんじゃないかというとんでもないことをやってしまったので、はい、まずはその予告動画ご覧ください。こちらです。どうぞ。超有名ラーメン店同士がコラボした夢のスペシャルタッグ対決。食べていくうちに味の変化があったりストーリーがあるような、そのぐらいが一番食べやすいと思う。俺もそれが一番いいと思う。熟練の技と名店の伝統が融合、驚きのラーメンが。そして今回は審査員にラーメン YouTuber すするが参戦。しかし今後のちょっと活動に支障を来すみたいな一体何が。ここから融合します。やべえ。果たしてどんなコラボラーメンが出来上がるのか。さらに勝利したラーメンが宅麺により即商品化。ご自宅でも奇跡の一杯をいただけます。配信は2月5日。極限バトルを見逃すな。めちゃめちゃマリアージュしてます。おいしい。はい、すごいことやっちゃいましたね。いやもう聞いたことないです。こんなのとんでもないですよ。本当にとんでもないですよ、はい、なぜあの方々が出てくれたのか自体がまず、それは本当スル君のもう力添えがなかったら絶対不可能だったことなんで、笑点の人たち同士がくっついて一つのラーメンを作って、はい、その2杯で対決をする、こんなこと未だかつてないでしょ。ラーメン業界なかったですよ。本当に今のラーメン業界を牽引する方々なので、はい、もう本当にすごい大会なんですよ今回。なんかその、はい、ラーメンのちょっとイベントとかで、うんうん、コラボみたいなのがの屋台が出るとかそんなんは聞いたことありますけど、はい、ほぼこのコラボ相手と対決するっていうのは未だかつてないですよね。なかったです。本当に楽しみです。だから本当に本当なんで引き受けてくれたんですか。いやまあこれやっぱでも宮迫さんの力だいぶでかいと思います本当に。はい、ちょうどそうですね、僕はワンナイとかそういろいろやってる頃の、うん、世代のね店主の方々も多かったので、そうですね、はい、そういうとこもあったのかもしれないですけども、いや何よりもすぐのチャンネルの方でまず各店舗に我々行っております。あ、そうですね、2人で行って実食をさせてもらい、はい、そしてどなたとコラボしてくれるんですかというのを聞き、また別の店舗に行きってやってる時、何ですかね、あの緊張感。いやそう、まあ言ってしまえばこうラーメンをすすりに行ってるだけのはずなんですけど、はいはいはい、めちゃくちゃ空気張り詰めてましたね本当に。いやあれは僕はスル君のせいやと思ってます。なんで俺のせいですか。やっぱすする君はそのラーメン業界、もちろんそのラーメンのね、いろんなオーナーさん店主の方々とやっぱ密接な関係であるわけでしょ。まあそうですね。だから細かく性格も知ってるわけやし、はい、でどんどんずっとやばいっす、これ絶対遅れられないですなんかその ここはマナーがこうと、なんかそれを本番前のロケバスの中でずっと言うてくるんですよ。めちゃくちゃ緊張したよ。いやでも本当、それこそ本当最後の方とかめちゃくちゃ緊張感ありましたからね。富田さんね。ああ、そうね、言っちゃった。僕、運転しながら手汗ぐっしょりでしたよ。やばい。それだからもう。だってだいぶ、本来の道のりの時間の、もう3、40分前に、はい、絶対遅れられへんから、ね、向こうの店の前で待機して、時間ちょうど、ちょっと前ぐらいに行きましょうって言って移動してたら、とんでもない、あれ、自己渋滞だったから、ありえへん渋滞にはまってもうて、はい、
せたね。めちゃくちゃ、もう俺消されると思いました。妖怪から俺いなくなるんだ、今日でって思いました。ずっとそんなこと言うからさ、俺は俺で、そうか、スル君消されてまうよ、申し訳しないなとか。フォローしてください、マジで。いや、思いながらさ、ほんまもう頭の中、全員の頭の中に、てってってって、ミッションインポッシブルの音流れながら、そこ恨み事件。それ、波信用すな、恨み事件。そうで言って、言って。で、ようやく、ここ、安全運転は絶対せよ。スピード違反とか絶対あかんからな。ここで捕まったら、もう終わりや。絶対も安全運転で行けんだから、裏道や、ここがや、ここがや、うわーいって。それでも、だいぶほんのナビやったら、20分以上遅れてるところ、7分遅れぐらいまでにしてんけど、それでもやっぱりもう、すごく時間にね、しっかりしてる方やから、7分でももう、もう顔面蒼白やった。俺もうわ、50超えて土下座か思いながらさ、うわーしてな、着いた瞬間にドア、ジャーって二人出していって、ガーッ、すみませんでもね、富田さん、全然いいですよって。もう富田さんが優しいからさ、はい、なんかもう、スル君、どういうことやねん。いや、違う違う。俺ずっと思ってたもん。そう。いや、トミヤさん、もう本当あの日めちゃくちゃ優しかったですね。優しかったよ。めちゃくちゃあったかい方でよかったですよ、本当に。トミヤさん、スル君はすっごい怖い、怖い言ってましたけど。やばいって。ちょっとまた消されることになるかもしれない。俺は仏みたいな人にしか見えへんかったけどな。いや、もう本当めちゃくちゃ良かったですよ。いや、でも良かったし、結局あのね、もう、トミヤさんもそうやけども、うん、各店舗のその僕は名前は もちろん存じ上げてる店ばっかりでしたけど、はい、初めて食べさせてもらっても感動しきりやったな。それぞれのお店がもうそれぞれめちゃくちゃ美味しいですからね。むちゃくちゃ美味しい、ね、はい、最高のお店でしたから。そのむちゃくちゃ美味しい、うん、まあ横でねラーメン業界つながっているとしても、うん、コラボをするなんてこと今だかつてありえないということをおっしゃっていた店舗同士が、はい、うん、コラボをしてここで作ったこの2杯の対決はもう秀逸やったね。いや、素晴らしかったですね。本当にあの2杯のラーメンをすすることができて本当に良かったなと思いました。そうやね、はい、だからあの全然違う感じのラーメン同士やからさ、うんうん、もう何ができるか想像できんかったけど、なんとなくはどっちかのスープ生かしてこうやってこんな感じなのかなとか思ってたら、うんうん、もう想像だにしないもん出てきたね。いや、もうすごかったですね、あのラーメンは。しかも私もね、あのやっぱりちょっと司会やらせてもらってますから、ちょっとわがまま言うてちょっと食べさせていただきました、うん、とんでもなくうまかったな、まあ、当たり前やねんけど。まあそうですね、うまいものとうまいもの合わさって、でもそれでもそのハードルを余裕で超えてくるような、超えていく。しかも想像をしていたものとは全然違う味やから、うんうん、これは感動したな。ちょっとマジで奇跡です。奇跡の2敗で対決してどちらが勝つのか、まずはあのスル君のチャンネルの方で各店舗に行く、そのちょっとあの顔見ていてください。結構あのねあの特にあのそうだな、富田さんのとこに行った時ちょっと2人ともね顔白なってます。血の毛引いてました。血の毛引いてましたからね。やばかったです。それぐらいもあちこち回って、うん、もう全店舗回らせていただきまして、それを、はい、スル君のチャンネルの方で、はい、スル君の、編集で、まずそっちをプレミアム公開で一発目流しまして、はいはい、その後に有頂天レストランのセットでラーメンコロシアムとして、うん、対決の模様をうちのチャンネルで、やらせてもらいますので、はい、両方プレミアム公開です、うん、これはもうぜひラーメン好きはとにかく、ね、絶対見た方がいいし、はい、そうじゃない方も絶対ラーメンもっと好きになるから、うん、これはしかもその対決の後にそのラーメンを食べるチャンスがございますから皆さん、おこれ最後までお見逃しなく、うんうん、いいっすね。みんなこう楽しめる可能性があるってめちゃくちゃいいっすね。これはもうね、はい、ちょっとねほんまもうそれ公開されるまでのまだワクワクしてるもんね。あ、そうっすね。見ていただいた時にみんながどんな風に感動してくれるのか、うん、そうみんなの反応もすごい気になりますね。見た時気になるよ、うん、ほんともうずっとワクワクだったもんね、収録まで、はい、
もうお店行ってた時もそうですけど、収録の時もすごいワクワクもあったし、お店はもっとワクワクできたはずなんですよ、あんなに怖がらさんかったら。いや怖がらせたわけじゃないですよ全然。いやもうこれ殺されるかもしれない。そんなレベルで言うてたで。そんなテンションでした俺。それは顔白なるよ。ラーメンを追求してる方々っていうのが分かるね、うん、そのやっぱりあの一応貸し切り状態でね、はい、あのオープン前とかに行かせてもらってるから、うん、ちゃんとあのじっくり見れたやんか作ってるとこ。あ、そうですね、うん、あんなに麺をしっかりとこうするの、うん、そんなにしてたんやとか、うんうんうん、なんかね感動した。確かにラーメン屋さんの裏側もしっかり見ることができましたからね、うん、今回は、うん、そんな方々のコラボ対決です。皆さんこれはあの本当に奇跡を目の当たりにすると思って、うん、ぜひご覧ください。こんだけハードル上げてても楽しめると思います。いや、そうですね。まずは今回見ていただいて、はい、今後ともあの続けていきたいと思いますので、はい、ちょっとラーメン業界もうすでに盛り上がってますけど、さらに僕はもう食を盛り上げると言ってますから、はい、さらに盛り上げていきましょう。ぜひぜひよろしくお願いします。他にね、ゲストもまた神田うのさん、うのちゃんをいただいて、あと、はい、ラーメン好きで知られている、はい、北の内下市のはるくん。はるくん、はるくんも来てくださいましたね。いや、みんな感動してたなぁ。いや、そうっすね。はるくんさん、めちゃくちゃ好青年でしたね。ねぇ、めちゃくちゃ好青年やし、ほんとね、ラーメン好きなのも伝わったし、はいはい、うのちゃんなんかはね、まあ、美食家ですから、うん、ラーメンというもの自体は、そんなにたくさん食べてないのかもしれないけど、やっぱ的確なコメントしてたなぁ、うん。そうっすね。舌は確かですからね、絶対。確かですから、うん。さあ、そんな審査員、そして、するくんも審査員。するくんが審査員として、一番辛かったと思う。そうっすね。本当にマジで。だって勝敗をつけないといけないのに僕もちろん両方食べましたけど、はい、あ、なんなん勝敗なんかつけれないですよ。よう勝敗つけたね。いやちょっとそれはそういう企画なんですよ。待って、俺やったらドローって言うてたから、ね、そんなシステムはないけどドローって、すいません僕はもう僕はこんな優劣つけれませんって。俺やったらやっぱラーメン業界にね世話になってるする君が、あ、ここで勝敗言うか。後から言うのめっちゃずるいっすよ、それ、ほんとに。そろそろ切れていいっすよ。ほんと、めっちゃずるい、マジで。いや、でもね、むちゃくちゃ難しかったと思う。もう難しいところ作業なかったっすね、あれは。ねえ。はい、本当に多分、あの、ラーメン食べる方はそうやけど、その日の気分でどっちを食うかとか。ありますね。決めるわけやんか。はいはいはい。だから、そういった部分でも関係するし、うん、もしかしたら天気がどうやったとかもあるのかもしれない、うんうんうん、それぐらいのもう本当に甲をつつけがたい勝負、はい、両方本当奇跡のいっぱいいっぱいなので、うんうんうん、これは本当に見てください。ぜひぜひよろしくお願いします、はい、というわけで、はい、2月5日、はい、プレミアム公開、ぜひ皆さん両チャンネル楽しんでご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございます。概要欄にいろいろ細かいことをね、あの、スル君の方のチャンネル、はい、概要欄に貼っときますので、それを見てご覧ください。よろしくお願いします。マジで本当に見た方がいい。絶対に見てほしいです、うん、はい。大げさじゃない、これ。大げさじゃない。ほんま。